JB- マイナスは韓国のボーイズグループ g o ナ7のリーダー。本名はイムジェボム。リフソウルという名前で g o ナ7の楽曲の作曲活動も行う。デフという名前で自身が属する音楽クルーオフショアの音楽活動も行う。2021年元事務所を辞めた後、音楽レーベル H1GHRMUSIC がスカウトした芸名が JB から。 JB に変更しました。1994年1月6日生まれ、韓国軽機道蚊屋市出身。一人っ子、A 型。身長179センチメートル。体重63キログラム。建国大学校演劇科卒業。ゴット7ナナのリーダーであり、メインボーカルとリードダンサーを担当している。芸名の JB は、本名のゼボムから来ている。 ブレイクダンスが得意であったため b ボーイを目指していたが、出場したブレイクダンスの大会で事務所の関係者にスカウトされる。2009年に JYP エンターテインメントの第5期公開オーディションに参加し1万人以上の参加者の中から見事1位を獲得し、練習生になる。この時に現在のメンバーであるジニョンと出会い、同じチームで1位を獲得している。 もともとダンス歌手を目指していなかったため、歌のレッスンは事務所に入ってから受ける。2012年1月韓国 KBS に TV のドラマ、ドリームハイ2に現在のゴッド7のメンバーであるジニョンと共に出演。歌手の練習生がドラマの主演でデビューすることは極めて異例であった。2012年5月24日現在のゴッド7のメンバーであるジニョンと共に、 JJ プロジェクトとしてデビューする。デビュー曲はバウンス。c e 2013年韓国 MBC のドラマ、男が愛するときに出演。2014年1月に韓国で GOT7 のメンバーとしてデビュー。同年10月には日本デビューを果たす。2019年3月5日、ミニアルバムフォーカスで同じく GOT7 のメンバーであるユニオムとジャスニとしてユニットデビュー。 2021年1月19日付で9年、所属した JYP を対象した。2021年5月11日、インターナショナルレーベル、AGE1GHR Music と契約を締結した。2021年5月14日、AGE1GHR Music 合流後、初のシングル、Switch IT, a p p を発表した。グループでの楽曲、活動、出演は、 ゴッド7を参照。JJ プロジェクトとしての作品、ジャスニとしての作品、オフショアとしての作品サウンドクールド。ありがとうございます。